はいどうも、鈴木でーす。今週の指名手配妖怪は、こいつです。はい。今回は1名だけっすね。いわくちゃん、罪状、校長先生の髪の毛をちぎって友達に10円で売った罪。これ、まあ、人の髪の毛を勝手にちぎること自体が犯罪なんで、こいつは犯罪者です。はい。まあ、このね、動画はね、まあ、毎週、指名手配妖怪をね、捕まえていくっていう動画なんですけども、まあ、それと同時にね、罪とは何なのかということを考える哲学の動画でもあります。はい。今週のこいつは、人に危害を加えてるので、罪です。あ、痛い。OK。わしは指名手配妖怪のいわくちゃん、教えてやろう。わしの罪状とは、校長先生の髪の毛をちぎって友達に10円で売った罪じゃよ。だんだん薄くなってきた校長先生のレアな頭髪じゃ。もしお主が負けたら髪の毛を買ってもらおうかのう。なるほどね。プレミア価格や。もう、なくなってきたから。普通に失礼な妖怪。OK。ぐぬ、お主やるの。ちゃんと弁償するから、堪忍じゃ。あ、OK。お、妖術超百科や。3連続、お。かけら4個も、4個もらえた。OK。ということでね、今回は、何匹目 ?26 匹目や。残り4匹で、銀トロフィーです。いやー、地道やね。地道。